こんにちは、エンタメゴシップニュースです。22日、ロサンゼルスで行われた、ドジャース対エンゼルスの試合で、大谷翔平選手が1番指名打者で出場しました。試合は1点リードの状況で、3回無四一塁の第2打席で、大谷選手は23号ツーランを放ち、3試合連続でホームランを打ちました。このホームランは、昨季まで所属していた古巣相手に、飛距離140メートルの特大ホームランとなりました。大谷選手は直近7試合で6本のホームランを打ち、リーグ2位のオズナ選手、ブレーブスとのホームラン数差を2本に広げました。その日、試合前にキャッチボールを行った後、フィールド上でウォームアップを始める前の元同僚に、笑顔で挨拶しに駆け寄って、選手たちが次々と集まり、笑顔が広がりました。大谷選手は、左手の支給で離脱したベッツに代わって1番で起用されており、前日の試合では、2打数2安打2四球、2打点を記録しました。チームは、逆転負けを喫したものの、6試合連続で安打を記録し、5月26日以来の首位打者に返り咲くなど、存在感を示しました。試合後、最近は打てるようになってきている。感覚的に、4月や5月よりもずっと良いと思いますと述べ、好調を宣言しました。また、打撃感覚の良さについて、まず構えが安定しているし、しっかりストライクゾーンを把握できていることが大事だと思います。結果的に、それが甘い球をヒットすることにつながっているんですと説明していた。大谷選手は、前日まで75試合に出場し、打率322でナ・リーグ1位、21本塁打で同1位、55打点で同3位、16盗塁で同6位タイ、60得点で同1位、OPS1.026 で同1位の素晴らしい成績を残しています。3試合連続でホームランを打ち、直近7試合で6本塁打を記録し、大量生産の体制に入りました。打率も321という高い数字をキープし、リーグの2つのタイトルを目指して順調に走り続けています。そんな大谷選手の素晴らしいプレーが、韓国でも大々的に報じられています。特に注目されているのは彼の通算本塁打数です。4月21日、22日も含むに、MLB 通算176本目のホームランを打ち、これは、松井秀喜氏が持つ日本人選手最多本塁打記録を更新しました。現在、大谷選手の通算本塁打数は194本です。韓国人選手で、インディアンズやレンジャーズで活躍した、チュ・シンス選手が218本でアジア人最多とされており、大谷選手は、この記録を更新するまで、あと25本と迫っています。韓国メディアマニアレポートは、本当に記録を破ると題し、今、大谷はアジアのホームランキングを狙っている。現在最多記録を保有しているのはチュシンスだ。彼は16シーズンで1652試合に出て218本を打った。チュシンスを超えるにはあと25本で、不詳なくシーズンを完走すれば、9月末に219号を打つこともできると、独自の視点で大谷選手に注目している。そんな大谷翔平選手が特大アーチを打った後、喜びすぎた同僚の様子がおかしくなり、周囲から、笑いすぎだろ、こいつマジで、やばい。みたいな、と、驚かれるハプニングが起きました。この試合で、大谷翔平選手が素晴らしい先制ホームランを打った時、ベテラン選手のリアクションが話題になっています。この試合は日本時間で6月22日にカリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われました。5回裏、同点で迎えた場面で大谷選手が打席に立ちました。初球は真ん中高めのナックルカーブで見送りました。次の球も外れたナックルカーブで見送ってカウント 1-1 になりました。そして、3球目、甘めのストレートが投じられると、大谷はすかさずフルスイング。センター右へと着弾する豪快な先制ツーランとなりました。すると、この一打をベンチから見ていたベテランのチームメイト、ジェイソン・ヘイワード選手は、まるで信じられないものでも見るかのような様子で、口元に拳を当てて、もはや笑うしかないといった表情で笑っていた。ヘイワード選手のリアクションを含め、ネット上の野球ファンからは、様々な反応があり、ジェイヘイが笑いすぎだろ。大谷さんは、常識では考えられない存在なんやろ。笑うしかない。ジェイヘイが一番大谷ファンかもな。こいつマジでやばい。みたいな、といった声が上がっている。大谷翔平選手は、6月には8本塁打を打ち、過去2回月間 MVP に選ばれた実績があり、本領を発揮していますが、ヤンキースの外野手、アーロン・ジャッジ選手の成績はさらに圧倒的です。米データサイト、ファングラプスによると、6月の月間 WRC タスで、大谷はメジャー9位の204を記録しました。WRC タスは平均100とした場合に、打席ごとの得点創出の多さを示し、球場の影響を排除して、打者の成績を比較するために有効です。そして、6月のトップに立っているのが、270のジャッジで、2位に19ポイント差をつけています。5月2日、同3日時点では、打率197、6本塁打と不振にあえいでおり、本拠地でもブーイングを受けていましたが、その後一気に好調になりました。その後の43試合では、打率387、21本塁打、OPS1.427 と圧倒的な成績を残しています。5月には月間 MVP を受賞し、6月も17試合で打率390、7本塁打、OPS1.348 と変わらぬ好成績を収めています。2022年、ア・リーグで新記録の62本塁打を記録し、大谷と MVP を争った選手で、彼は日本のファンからも高い注目を集め、驚異的な打撃力に対して、ジャッジの打撃はさすがに違う、大谷さんもすごいけど、ジャッジは別格だ。また、ホームランを打ってるなんてすごいと称賛されています。さらに、22日、日本時間23日のブレーブス戦では、初回の第1打席で右翼席に、今季28号のホームランを打ちました。直近50試合で24本塁打を記録し、シーズン全体で162試合と、換算すると57本塁打のペースを維持しています。今後も、この好調を維持し、自身の持つア・リーグ記録を、更新することができるのでしょうか。そんなアーロン・ジャッジ外野手は22日、日本時間23日、ホームランダービーに出場しないことを表明しました。地元紙ニューヨークポストによると、試合前に、今年は参加しない。必要ないんだと語ったとのことです。2017年には出場したものの、その後、6大会連続で欠場していました。将来的にはホームランダービーに再び参加することになるだろうと語っており、まだ終わっていないとコメントしている。そんなジャッジ外野手は名門ヤンキースのキャプテンも務める大砲ですが、早くもオールスターゲームへの不参加を表明しました。地元メディア CBS スポーツによると、前回ニューヨークでオールスターゲームが開催されたのは、2013年のシティフィールド、メッツ本拠地であり、ヤンキース本拠地での開催は2008年、旧ヤンキースタジアムまで遡ります。果たして彼が参戦する日は来るのでしょうか。メジャーリーグのオールスターのお祭りに、一流選手たちのホームランを見たいと誰もが思うことでしょうが、制限時間内に、できるだけ多くのホームランを打つ競技では、トップクラスのホームランバッターは参加をためらうかもしれませんね。例えば、ホームランを10本打つまでのスイング数を競うことで、打者への負担が減ると考えられます。同点の場合は、一番飛距離が長かった方を勝者とするルールにするなど、工夫を凝らして、ジャッジ選手や大谷選手なども、参加しやすい環境づくりが求められますね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。